26日のザ・アイス新潟公演を前に、公式サイトや SNS などで、三浦璃来選手の怪我による出演キャンセルを報告した璃来流ペア。もちろん残念なことではありますが、三浦選手の一日も早い回復を願うファンの方々からは、温かい励ましの声が寄せられています。23日から開催されていた愛知公演では、オープニングやグループナンバーの甘辛衣装での演技に加え、新シーズン用の真新しい衣装を身にまとい、期待の新ショートプログラム、You'll Never Walk Alone を披露したことで、大きな話題となっていた璃来流ペア。しかし、24日の愛知最終公演のソロで、三浦選手がジャンプの着地後に転倒し、左肩を強く打ってしまうアクシデントが発生。これによる影響で、後半のグループナンバーやフィナーレには、その姿を表すことはありませんでした。転倒後も最後まで演じきっていた三浦選手ですが、顔をしかめる様子も確認されており、多くのファンの方々からは心配の声が上がっていました。そんな中、26日からスタートする新潟公演を前に、公式サイトから璃来流ペアの新潟、大阪公演の降板が報告。三浦選手からも、自身の SNS でコメントを投稿しており、ザ・アイス愛知公演、終了しました。たくさんのご声援ありがとうございました。また、私の怪我により新潟、大阪公演を降板することとなり、皆様の前で演技ができなくなってしまったこと、とても悔しく思います。今は一刻も早く、競技に復帰できるように治療に専念したいと思います。たくさんの方にご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、その分、シーズンでさらに強くなって帰ってこれるように頑張ります、とお詫びと復帰の約束を語ってくれていました。その直後には、衣装を担当したショップから、三浦選手に向け、新潟から出場できなくなってしまったのは残念ですが、早く怪我が治るのを願っています、とコメントが寄せられ、三浦選手が着用し、リアルプリンセスと話題となっていた、ドレスの写真が投稿されていました。また、これを知った多くのファンの方々からも、SNS 上に、体が一番、焦らず大事にしてほしい。私たちファンは、帰ってくるのをいつまでも待っています。など、温かい励ましや応援のメッセージが、今もなお、続々と投稿されています。先日発表された ISU グランプリシリーズには、第1戦のスケートカナダと、第5戦の NHK 杯に出場予定の璃来流ペア。スケートカナダは10月28日からの開幕となっていますので、まだ時間はありますが、プログラムのブラッシュアップも急ぎたいところとなっています。それでも、温かく見守る多くのファンの方々に支えられ、璃来流の2人が、昨シーズンに、負けるとも劣らない素晴らしい演技を披露してくれることが期待されています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。